ブルーマウンテンジャマイカにおけるコーヒー生産は1728年以降にニコラス・ローズ卿によってキングストンの北キャッスルトン近郊に導入されたのが始まりである。ブルーマウンテンは気候と地形がコーヒー栽培に最適なブルーマウンテン地域で生産される特別な銘柄であり香りが非常に高く繊細な味で知られている。ジャマイカで生産される コーヒーの大半は輸出向けである。ジャマイカで生産されるコーヒーの大半はティッピカダネとして知られるブラジル原産の派生種であり、作付けの70%を占め、残りはカトゥーラ種やゲイシャ種などの高配種である。ブルーマウンテン地域で生産されるコーヒーはブルーマウンテンとして知られ、非常に高品質であり、ほとんどが輸出向けである。コーヒーは 標高15,603メートル、降水量125センチメートルから700センチメートルの地域で育つ。コーヒーは適度の酸味を持つように栽培されている。農務省及びその内部部局コーヒー産業局がコーヒー産業の一切を管轄している。コーヒー産業局はコーヒー産業に直接関与し、農家に1ヘクタール以上のコーヒー作付け農地を所有できる。 要補助する目的で、コーヒー産業発展会社を設立した。コーヒー産業規制法は、どのようなコーヒーが、ブルーマウンテンの商標を使用しても良いかを細かく、規定し、コーヒー産業局に、ブルーマウンテンの商標を許可する権限を付与している。外して、セントアンドリュー教区、セントトーマス教区、ポートランド教区、セントメアリー教区で工作されたコーヒーが、 ブルーマウンテンコーヒーと考えられている。ブルーマウンテンコーヒー豆の損、国際連合食料農業機関の2013年の統計によると、ジャマイカのコーヒー生産量は6984トンであり、世界の生産量の0.1%に相当する。コーヒー作付け面積は8000ヘクタールであり、1ヘクタールあたりの生産口は8730ヘクトグラムである。 1981年から2013年までの期間において生産量が最低であったのは1979年で最高であったのは2007年であった。コーヒーは輸出品目である。コーヒー産業の労働集約制から生産、加工、販売という過程を通して地方から都市に至る広範囲の人々に雇用を生んでいる。輸出向けの需要は 供給量を超過している。生産されるブルーマウンテンの80%以上は日本に輸出されている。2005年には2004年後半のハリケーンアイバンの被害を受けたため輸出量が不足した。ありがとうございます。